おさん今回安藤桃福にしましょうかあのカップラーメン作った人ですねはいえー、私が無一文になった時失ったものは財産だけではないかその分だけ経験や血や肉になって身についたと考えたと無一文になったとしてもね、えー、財産がなくなったとしても経験や血肉は残るとまあここから何が言えるかっていうと財産より最も大事なのは経験とか血肉 要は結局その経験がまた財を出せるんですよね。でも経験がなかったら、なんだろうなう、稼げないですよね。まあ、ネットビジネスで言うならば、お金を失ったとしても、まあ、僕があの2、3年前その、ね、あの知人に、知り合いに100万貸して戻ってこなかったんで、きつかったですけど、でも僕は経験とか知識が、経験あのスキルがあったんで、またお金を稼げたんですよ。で、今まで、 なんだいろんな局面がありましたけどそれも乗り切ってきたのも経験があったからですねお金はなかっただけど経験があった知識があった経験があっただからそれを使って乗り切ってきたとだからお金がなくてもこれがあれば今後の人生財を作れるだろうしいくらでもできるんですよでも経験がなかったらお金失ったらはい終わり貯金通帳なくなりましたどうする終わりなんですよだから経験ってめちゃめちゃ僕大事だと思うんですよねだからやってきたこと だ,おだからここであのー、うん桃福さんがどうこう思ったのかっていうとこうこう考えたってことここが大事なんですよねその現象としては全財産を失ってしまったとだけどそれをどのように捉えるのか考えるのかっていうのは大事なんですよねうんでも多くの人はまあああどうしようみたいなねこれで終わりですからねその後進展がない発展がない,いいってらっしゃい